アプレウスルキウスアプレウスは北アフリカマダウロス出身の帝政ローマの弁論作家。奇想天外な小説や極端に技巧的な弁論文によって名声を博した。代表作である変容はローマ時代の小説中完全に現存する唯一のもの。カルタ語で初等教育を受け、アテネで哲学、修辞学などを修行した後、イタリア、ギリシア、 アジア等に旅行し、神秘宗教や魔術などの知識も吸収する。アレクサンドリアへの旅の途中で熱病にかかり、熱心な看病をしてくれた、トリポリの友人シキニウスの母親プデンティラと結婚した。155年頃の法廷弁論書、アポロギアによれば、年の差とプデンティラが資産家であったことなどから、プデンティラの親族は魔術を用いて、 未亡人を手に入れたとアプレウスを告訴した。これに対しアプレウスは雄弁に自己弁護を行い、無罪となったとある。その後の経歴や没年は不明であるが、カルタゴに居住し、文学活動の傍ら、アフリカ各地を旅した。哲学者として市民の尊敬を得、カルタゴやマダウロスにアプレウスの彫像が建てられたと伝えられている。ありがとうございます。